え、だってあれすごい見てたじゃん。見てたよね。だから俺もなんか聞かれるのかな、職質かなと思った。あのね、でもまあ聞かれる。ああ、俺星野といても聞かれるし、誰といても聞かれるから。だから楽だなって。俺マジ財布が動くから。待って、今やってんのかなゲーセン。やってなかったらセブンぐらいしかないんだけど。あ、やってないかもしんないな。ちょっと待って、どうした、こっち閉まってる。カラオケは多分開いてるけど、ゲーセン閉まってる。でもここなら履ける。そこ履いて汚くするの嫌だわ。じゃあここ嫌だ。もう若者だな。さあどうしようか。大丈夫、星野。なんだなんだ、黒さん。2回までだったらエチケット袋持ってるから。黒さん安心しろ、俺も持ってきてる。学んだ。大丈夫、俺常に持ってる。まあ酔いのスペシャリスト。自分用じゃないからね。あの持ち歩いてんの。なんでみんなさ、自分用じゃないやつ持ち歩くの。お前吉田なんてさ、車の中に携帯通り入ってるからな。この前見たわ、なんかダッシュボード見たら、え、なんでこれあんのみたいな。お前用だよ。そう、みんなね、あのね、みんな俺用。酔いのスペシャリストだから。だってさ、いや、だってなんか話の流れからしたら、俺なんかただすぐ酔っ払って潰れんだろうなってなるじゃん。まあ、違うんだよ、俺車酔いとかそっちも来るんだよ。なるほど。でも車酔い用でも俺持ってる。いや、でも俺も酔うよ。でも現に俺この前あいつの車で酔ってるから。あ、この前。でもあれでしょ、あの乗り物酔いはやっぱ一番向き合うのあれでしょ。ん、あの、あれはね、あれは伝説の酔いでしょ。あれはもう一歩手前、ここまで来てた。あれはやばかった。俺よく出なかったと思ったよ。マジ死にそうだったもん。顔真っ青だったもん、あれ。でもさ、そのくせにさ、最後の最後写真撮ったじゃん。あれよく撮れたと思うよ、よく正直。お前超頑張ったなと思った、うん、あの一瞬だけ俺力使った。いや、クソ弱いの。空気読めやって。見てわかんだろ。いや、でも頑張ったよ、マジで、あの時。だからもう、その前、前後はもうずっと紙袋持っての体勢だった。で、写真撮るぞってなった時だけ。もう降りてからもしばらく俺もうやばかった、具合悪かった。あの時ね、俺と牛田しか騒いでないからね。いや、もうね、もうダメ。あれはダメ、あれはね。ああ、めっちゃ揺れるんだもん。しょうがない、船はしょうがないわ。だから、クジラ見に行ってさ、で一回降りるじゃん、戻ってくださいって言われて戻ったじゃん。階段降りた瞬間うってきたもん、ね、もう死にそうになって、うってなった、マジで。あのあれだよね、あ出ると思った。一応耐えてみるけど、これ多分無理なやつだと思ったけど、言われたもん、うん、俺多分もう無理だわ。よく耐えて、あれは、うん、自家自産できる、あれに関しては。みんなクジラ見ましょうってさ、あの見てたじゃん。そうそうそう、あの次腰のだけこの。でも序盤見てたよ。序盤見てた。こうなって、そう、どんどんこうなって沈んでった、溶けてった、なんか。横見たらもうね、沈んでる。そう。ああ。ああみたいな。クジラ見ましょう。いや、多分そうだった。でしょ？だってクジラ見るより面白かったじゃん。いや、もうあの時でも面白かったけど、面白い反面。マジで気が気じゃなかった。多分2人していち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 超えてみたから。で、からのドライブするゲロね。ドライブするゲロ、あれはね。久保さんいなかったもんね、あの時。あの時ね、あれだよね、あの時でしょ。でも話は何回も。悲劇でしょ。悲劇。いや、終わった後、多分あの時は久保さんとか別れた後かな。あ、そうそう、別れた後に、俺と吉田チャリ超えてて、わらび周辺超えてたの。わらび周辺超えてたら、俺が多分吉田気持ち悪いって言って、でその間に俺もうチャリ漕ぎながら入ったんだよ。チャリ漕ぎながら入ったんだよ。で何がすごいって、この間大体さ、入って、まあ、入ったとしたら止まるじゃん、止まらず漕いたんだよ。で
で吉田が大丈夫かみたいな聞いた時にはもう吐き終わってるから吐いたって吐いた吐いたってそれはびっくりするわいや多分ね俺泊まろうと思ったんで、泊まろうと思ったんだけど多分あいつ気づかなかったから、うん、あもう俺行くしかねえと思って多分ねあのなんていうんだろう、あもう溝っていうかもう穴なんか下水に落ちるとかあるんですよね、あそこ探してたんだよね、うん、できればあそこに落とせば何もないなと思って、何もなくなるなと思って、ちなみに残っても匂いぐらいだろうなと思ったから探したんだけど、多分発見した瞬間履こうとしたら多分若干ずれて、うん、俺の靴にまずちょっとかかって多分左足のほんとこの辺にかかってでまあもう残ってもう外したよね、もう狙い外してね、ああで、まあ、とりあえず公園まで行って靴を洗い流して、で公園でもまた履いていやでもあれはいやもう履きすぎてもう逆になんか胃液みたいなの出てきたから最後、いやもうあれ黄色くなった、しょうがないとは思うよ、あ胃液じゃない、あれあれだ、ウイスキーだあれあれでもさしょうがなくない、いやでも俺普通に履くだろう、多分いやまあ俺はもう俺自分自身でも履いた上にあいつをちょっとね履かせたから、ある意味多分 あれは普通のやつがやったって吐く、いや普通のお前耐えた方だよあれ、俺頑張ってあの時耐えた方、多分ピークあれ単純に俺らが吐かなかっただけだからこいつは化け物なんだよ単純に吐かなかったクロスさん、あれだよ日本酒に弱いんでしょ、そうそうそう日本酒日本酒悪酔いするの、弱いっていうか悪酔いするから飲めるけど悪酔いする、だから現にこの現にその熱海の時のラッパ飲み事件があったから言ったんだよね、多分日本酒の前に、そうもう俺日本酒は悪酔いするからあんまり飲ませない方がいい、でもその間俺と吉田で久田さん悪酔いさせようぜみたいな話はしてた、そうそうそう、だからどんなんなんのみたいな、そうそうそう、それ言われたら気になる、逆に気になるじゃん、ねうん、そしたらもうそれはこう高い高い日本酒が半分消え失せるっていう、ね、代償でかいわ俺がアマゾンで買って、でずっとたもう楽しみに取ってあったの家で冷やしたりして半分飲みましたけどああうまいってなってて、あのその前にも飲んでるからね、そう実は半分以上飲んでる、そうだ多分ね、うん、あのねそう6割7割やってる、俺らちょびちょび飲んでたらねコンビニ行ったらなくなってんのでも代わりに来る前にもうビール、そうそう、うん、ビールやら何やらめっちゃ買ってきてたから、まあ、それで何とかお会いこう、あれだよね、うん、あの熱海車にさこうやって抱えてる、そうそう何来てんの何やってんのお前ってこれさ覚えてる、なんかどこの駅か忘れたけどなんか電車乗る間に あれでしょあのみんなで開けてみんなでもう駅でもうホームで飲んでてで俺と多分グロスさんが半分ぐらい残してたんだよ、ね、1巻あ500のやつ残しててもうなんか電車が参りますみたいになった瞬間にあやばいっつって同時にもうガッて言ってそうで来るまでに半分も減らすっていう事件があった、あ来た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 やばい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 すぐすぐもう捨ててね、そうそうそう空き缶を捨てて、あ危なかったな、そう危なかったなっつってもう 常に飲んでたよねあの時は、あの時はね常に飲んでた道中開けてね、道中開けまくって、そうそう、いや俺だって何本も何本も買ってきたのだってもう何がいけないってさ、350にすりゃいいもの500で買ってきたもんこいつ、おかしいちょっとちょっとでかいんだよこいつ、あれだよね、予想よりでかいんだよ350だよとかあのだと思ったね、いや買ってきたとしても350だと思ったし、しかもこいつ合流する前にまず氷結飲みましたよ、ここにこうやってねあの空とこうやって持って飲んでて、これ捨てる場所がないんだけどって綺麗なでくっそ重いって、でこれどうにかしてくんないってであのポンって開けたらあれでしょお前みたいなこれ朝の6時だからね朝の6時にそれやってるから、朝の6時に南側でそれやってるからね、で9時ぐらいに1本飲んでるからその前にこいつも5時ぐらい5時半ぐらい飲んでるよね、もう多分あれね5時に起きて5時20分ぐらいに帰ってきたからあとはタタラ祭りとかな、タタラ祭りね、 あれね、もうみんなおごりまくる、おごり合うみたいな、あれでしょ最初、あれでしょ、それも黒さんだっけ最初、おったおごりでしょ、黒さんがなんかトイレ行くみたいな感じのノリで
北行って、で帰ってきたらまず3本買ってきてたから、はい、あげるマジ行けんのってなって、で次吉田が、吉田さんが行って買ってきて、で最後俺と黒さんで行って黒さん最初でもあれキュウリって言ったの、そう俺キュウリっつって、で次にアイスっつって、で結局黒さん、黒さん買うとしても初決だよなって話して、俺も初決でいいんだよ、吉田はいるだろビビだだから結局だからだからその時にあいつビール好きだっつってたし、あいつビール好きっつってたから、だからとりあえず俺ら氷結にしてあいつビールしようって飽きたよなって、さすがにそうあの時俺もまだそこまでビール好きじゃなかったから、飽きたよなさすがにビールってで結局俺らだけ氷結買って、あいつにはアサヒ買ってビール渡したらなんで俺だけアサヒなんだよもうある意味差別だったからね、あれおかしいだろって、あ最終的に言ったよ、でも俺も凍結飲みたいなって違う味がいいなって、結局飲み合ってたよ、ね、あの時あの時でも結局普通にお風とか開けて、うん、渡して、そうそうそう、そしたら私帰ってきて、だからもうお互い飲み合ってたもん、もう大学の間はこんな感じになってるからもうでもね、普通の人間から考えたらあの飲みの量はやばい、でも、まあ、さっきも話してたけど、なんかあのなんか懇親会とかで会社行くじゃん、うん、でなんかあんま飲まないやつ多くない、うんうん、いや多いでしょ、そう考えるとあれは化け物だったと思う俺ら3人の飲みは化け物だと思うマジやべえよな、うん、ぶっ飛んでるもんね、どう考えても、なんだウイスキーショットバトルだもん一曲歌うごとにグッと思う、あれはさ俺もさやってたけどさ、あの時俺もうあれだからね、無駄に飲んでたからね、あのでも後半誰も守ってないからね、守ってないよ、あの星野が歌い続けてるからっておおってねやってるから俺が歌ってるからっておお、そう、あの自分が歌い終わったらって言ってんのに星野が歌ってるからってでその後に星野歌い終わったわって、じゃあ俺も飲もうかなってもうね、もうガバガバいったからね、でも確か1本開けたよね、あの時開けた2本目突然してたよね、確か3人とはいえ、あの700のやつ1本開けて2本目ちょっと減ってるんで、半分はいかなかったよね、いかないいかないいかない、3分の1ぐらい、うん、あ、でもあそんぐらいいたかない、いたいた、俺だってあの現物持ち帰ったもん、あ、そっか俺らだから3人で飲み干したからね、うん、これは倒れてしょうがないですよ、もうそれ倒れた、これ倒れてしょうがないですよ、倒れた、うん、倒れた、これは倒れる、で、俺その日アルバイトいたらおかしいですね、これはおかしいそれで吉田も休んでるから、あの後、さすがに、うん、それでね、いや俺、この後俺行かなきゃいけないんだよな、俺10時からだよよくあの時、休まなかったよね、マジで俺だったら休み入れるよ、体調悪くて、いや、マジであの寝坊するかもって言ったじゃん、ああこれで寝坊したらもうしょうがない、行けるんだったら行く。もしもし。はい。着いた。え、もう着いた。もう着いた。早っ。早っ。俺らさ、今ゲーセン。ああ。ああ、わかるよ。お前ガン出しすぎだろ。20、30分かかると思ってたよ。ああ。一応ね、ゲーセン行こうと思ったら、ゲーセン閉まってたから、入り口に今ダメってた。ああ。あ、え、あ、じゃあもうすぐそこじゃん。うん。いや、もう30秒くらい着くでしょ、それってさ。あ、分かった。じゃあもう、うん。OK。今撮ってるよ。うん。OK。はい。うん。もうね、そこにセブンあるんだけど、もうそこ見えてるんで。でももう、そこの信号渡るんじゃないの？はいや。でもあれはね、しょうがないよ、ね、潰れて当然だと思う。いやもう潰れてない、3分の2が潰れてないっていうねほら来た、あれでも、あれでしょ、ほら、最初俺を潰しにかかったやったもんね、あれ、ああ、最初俺を潰しにかかったやった、無理だもん、誰も無理だもん、潰しにかかったって何？俺を潰す話？あ、違う、あのショットバトルの時の話、ショットバトルの時、ああの最初ほら俺が分かんないから俺を潰しにかかったやつだもんね、ああ、そう、結局潰れたのはジョッコンバカだった、そうだね、まあ行く？行く？そう、発送時どうする？
てかさ、途中その現在だったら人数2人減ってる状態なんだけど、ああ部屋的に。でもこの後1人来ますっていうさ。うまく頼まれば隊長。一応うまく隊長としての力を見せてくれよ。隊長。隊長すげえからな。隊長すげえ。すげえんで隊長、ブザイクなんだよ。悲しい。隊長、ブザイクなんだ。ダメだよ、まさか、まあまあまあ、宮丸言うなって。ああ、そうだったね、ちょっと衰えてたね。ちゃんとね、これね、麻雀打ちに行くと思った行く。また顔パスで入んなきゃいけないんだよな。俺この会員証毎回ないからな。でもまあまあまあ調べてもらえばね、俺だけ顔パスで入れるからね。じゃあ俺らの会員証作んなきゃ。次から持ってきてくださいねって言われてね、7回目だからね。超重犯ね。大丈夫かな。まあデータ残ってるからな、一応。隊長頼むよ。あ、今日予約してたら違うんですよ。結構古かったんですよ。あ、そうだね。今日12時から12時半着くたんだよ。遅れて、そうだね。どっかで、あ、タイカード忘れちゃったんですよ。あ、はい、優勝しましたら、ここに様ご利用、あ、画面できるかもしれない。どっかのおバカさんがやったから。あいつも途中参加だよ。何やってんだから。部屋、ジョイファミトの部屋。はい。はい、はい、今で1人遅れてくるから。かしこまりました。ついたら、じゃあ俺が一回こっちまで。あ、じゃあお前頼むわ。特に仲良くないし。いてひどいわ。いや、こいつ以外はね、みんな仲良しだから。わー、差別だ差別だ、泣いちゃおう。こいつ以外は他みんなね、和気あいあいと話してね。一人だけね。あ、じゃあ俺一人でちょっとカラオケ歌ってる。借りとく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 。ありがとうございます。借りとく。借りとく。じゃあ俺ちょっと一人でちょっともう、始める？いや、俺一人だけそのずっとあの占いゾーンにいてくれよ、お前は。で、占いやるからちょっと占いの金ちょうだいじゃん。いくらね。え、一回100円だから、常にいるから、まあ3、4000円。お前。大丈夫ですか。はい、で、お食事付きで。フリータイムは B コースになってるんですよね。じゃあ、お酒付きで大丈夫ですか。はい、かしこまりました。あ、そう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 。最初これかと思ったよな。取んなきゃいけない。22時以降なので深夜料金が発行されます。で、お店の営業5時までなので朝5時までの営業になります。お酒マジでこんなに弱くなるので。最初の電話こちらからはないので、お時間だけご注意ください。お部屋から来ました。あ、やだね、お酒飲まれてやってられねえ。広い、広い、いつも広い。あ、ほんとだ、圧倒的に広いですね。66や。ちゃんと来てきたよ。3人ちゃんと来てきたよ。ちゃんと来てきたよ。それは、いや、やっぱこれ着るしかねえだろう。それはそうだ。いやね、内心怖くてね、T シャツを持ってこようか思って迷ってた。あ、みんな、俺も一人だけやられるかと思ってたよ。そしたらみんなちゃんと、みんな来てきた。だから俺はあれ、動画作るだけの時とか、以外は来てくる予定だから大丈夫。いやいや、俺も基本集まるからこれ来てくる予定だ。大丈夫。危なかったんで。これに関してはもう忘れてなかった。忘れてないよ。近いよ。大丈夫。お、広いじゃん。お、広い。いつもと全然違う。よし。やったね。これ取ってか。よし。よし。問題は誰かさんが来ないうちに何をするかって感じで。そうなんだよ。始めちゃうべきかって感じで。どうする？立てるか。お前か。お前が立てるか。でも場所的に確かに。あ、でもここは場所的に。そうなんだよ。いいよ。俺やるよ。電話が来たぞ。あ、着いたんじゃない？着いたの。さあ連絡くれ。誰も違う。
もしもし今着いた OK。 そしたらちょっと待って、隣着いたって言ったけど、どうする。じゃあクリアハウス、なんか外が機材についてこれてなさそうなんちょっと待ってかっこいいんだけど、親父ね。吉さんどうする、もう着いたことある。駅に着いた、駅着いた、駅に着いた。さ、どこ駅で、どこからどんぐらい離れてるか分かんないけど、全然分かんない。調べてるね。いや、俺あの駅のやつですよ。ああ、なるほど、それしか調べてないわ。ちょっと待ってね、今一回かけ直した方がいいんじゃない。ちょっと一回切っていい、またすぐかけ直す。はい、じゃあね。ああ、いいよ、うん、はい、よいしょ全然立ってないんですけど、工藤さん違うんですよ、工藤さんはね、あんま立ってたことないんですよそう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 いつも星野さんの出番なんですよなんかめっちゃできるのかと思った。お母さんがいつも料理作って、なんかたまにお父さんが料理作る感覚なんだよなるほどね、わかりました。これもちょっと頼みます、お父さん。ちょっと待って、休日のお父さん、あ、待て、俺はこの条件びっくりしてるからね、欲しい。あ、そうそうそうちょっと待って、多分絶対聞いてないよ今。あ、そこか、それどころじゃないから。あ、そうそうそう、あ、ちょっと離れ、あ、でもどうだろう、あ、ちょっと離れていったから、なんか俺が離れなきゃダメだと。あ、違う違う違う、みんな離れと、うん、ね、嫌われたから、嫌われちゃったもう勘弁してくれよこっちから無視してればいいじゃん。こっちから急いで調べてんの、まあ、19分聞かせる気ねえのにな。そうそう、いいよ、実は構ってほしいもう構ってちゃんだから星野構ってちゃんだからもう星野構ってちゃんって、なんかあんまどうしちゃってできてないけど星野は構ってちゃってどういきゃいいんだろうな。あ、そうじゃん。なんで笑ってないの。でも B コースって言ってよ。言ったよ、うん、俺は何あれ、こうやって飲みてその選択じゃなかった。お前せめてソフトドリンクのグラス使うとかさ逆のそれやってみてよ。じゃあオールセーフじゃん、お前オールセーフ。じゃあ黒さん行く、行く、二人で。いや、こっちこっち立っててな、お前は。行くぞ、直近を奪還しに行くぞ。奪われてないけど、おい、これトラップになってあ、ありがとう。でも多分駅から19分歩いて、いや、俺と、うん、一応来れるっちゃ来れると思う。外出かだったら俺がちょっと一回下降りて帰っちゃうんだけど、すごい、来れるっちゃ来れるけど微妙な距離なんだよな。多分着くとしても1時半ぐらい食べ飲み放題言うけど、実際飲み放題だけだから30分以内に俺らがもういかにもう料理を持ってくるかによるから、じゃあ並べとくよぐらいしかない。誰か一人連れてきてもらって、その間にもう料理ソフトにもバーってやってやるしかない。まあ、やってきたら帰ってきて、呼ばれたから反応したの。ひたすら話してからかってたら失礼してる。いや、もうあれをいじめと捉えたら俺いないけど
ここにいない。駆動が来るからね。とりあえずもう始めたのもらえるのか。君たちはこれで。あ、ありがとう。ありがとう。